皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。さあ、こちらの相模川大水槽をご覧になって、海に潜っているような気分、味わっていただいてますでしょうか。ここにいる魚たちのことをもっとよく知っていただくために、この水槽では2種類のショーを行っています。これからお送りいたしますのは、ウィンズ。このショーでは、水中カメラを使って、ぐーっと近くまで寄ってみた魚たちの魅力を皆さんにご紹介いたします。ご案内いたしますのは、潜水トリーターの荒井です。よろしくお付き合いください。魚たち、よーく見てみると、どれもが本当に魅力的です。知れば知るほど面白いことがたくさん分かってきて、どんどん好きになってきます。今日は、ぜひ皆さんにも一匹、大好きな魚を見つけていただけたらいいなと思っています。それではまずは魚の体重についてちょっとお話ししましょう。魚たちいろんな種類がありますが、大抵こんなに小さな卵から小さな稚魚がかかって、それが急激に成長します。中でも成長率の大きいのがクエという魚です。クエ、この中にも泳いでいます。あ、ちょうど真ん中にいます。今イワシの群れの中にはい、あれがクエなんですが、ちょっとむくっとしたまだら模様までの大きな魚。はい、あのクエ、1グラムにも満たない小さな稚魚が約1年で100グラムぐらいになります。1年で100倍です。そして5、6年もするともう3キロくらいになってしまいます。100グラムとか3キロとか数センチでもあまり大したことないなと思われるかもしれませんが、これを人間の成長に例えてみると、生まれたばかりの小さな赤ちゃんが1年ですから、歩き始める頃にはもう大きな羽毛取りくらいになってしまいます。羽毛取りといっても色んな種類がありますが、例えば赤恐竜、分かります？赤恐竜だとちょっと体力ありません。昔いたアケボノ、覚えてますか？あのぐらいのちょうどいいんですが、赤恐竜にすると 1.5 リットルくらいの大きな羽毛取りになってしまいます。そして今度はその相撲取りが5、6年ですから、小学校に上がる頃になるともうアメリカ島ぐらいになってしまうという、計算してみるとこのぐらいの成長率なんです。アメリカ島ぐらいの大きさの小学1年生、このように人間に例えてみると鳥の成長の速さちょっと念じていませんか。では2つ目です。今度は魚の泳ぐ速さについてクイズをやってみましょう。それから私が3種類魚の名前を言います。その中でどの魚が一番泳ぐのが速いか当ててください。ではいきます。1種類目はマイワシです。マイワシ、はい、群れを作ってたくさん泳いでます。銀色の小さな魚、イワシです。マイワシ。2種類目ハリセンボン、わかりますか？わかる。はい、3種類目はミノカサゴ、わかる？キラキラしたヒゲを持って漂っているような魚ですが、今は隠れてるみたいですね。はい、この3種類です。もう一回言います。マイワシ、ハリセンボン、ミノカサゴ、この中でどの魚が一番泳ぐのが速いでしょう。はい、イワシ、はい、イワシ、皆さんもイワシでいいですか？はい、皆さんと相談して、はい、イワシ、はい、さあ、では正解を言います。正解はイワシです。はい、皆さん当たりました。今の3種類の中ではマイワシが1番です。ちょっと簡単に言いましたが、マイワシ、今こちらの水槽を皆さんご覧いただいていると、何かに驚いたりした時などにすごいスピードで泳いで群れの形を順調に変えるところをご覧いただけると思います。第1問目の答え、マイワシでした。では、第2問目です。ちょっと難しくなります。このマイワシと、今度はシイラ。シイラは上の方をご覧いただきましょう。大きな銀色の魚が、今、岩の上に行きますよ。頭の周りに入ってきました。あれがシイラです。は
浜酒場です。3種類目、高野ハダイ。高野ハダイという魚はあんまり前のように出てきません。このぐらいの大きさで斜めの縞模様がある魚です。水槽の底の方や岩の上で泳がずにこんな姿勢でじっとしていることが多い魚です。はい、この3種類です。マイワシ、シイラ、タカノハダイ。この中ではどの魚が一番でしょう。はい、シイラ。では今度は皆さんにも聞いてみましょう。今どれかに手を挙げてくださいね。今意見が出ました。シイラは一番だと思う方、他にもいらっしゃいますか。あ、たくさん手が挙がりました。あ、後ろの方の方も手を挙げてくださってますね。はい、はい、ありがとうございます。それでは他のも聞いてみましょう。マイワシだと思う方、マイワシ、はい、マイワシも手が挙がってますね。はい、ありがとうございます。では、タカノハダイだと思う方、タカノハダイは、はい、タカノハダイも手が挙がってます。2人ぐらい、はい、皆さん手を挙げましたか。もう一回しますよ。はい、では、シイラだと思う方、あ、ちょっと出ましたね。はい、はい、では、マイワシ、はい、タカノハダイ、はい、はい、ありがとうございます。では、正解を言います。正解は、シイラでーす。ありがとうございます。シイラは、今の3種類の中だけではなくて、この相模湾大水槽、だいたい90種類ぐらい魚がいるんですが、その全部の中で1番か2番くらいに泳ぐのが早い魚というのがシイラなんです。